はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビシです。では今回は発売ヤンホーガンダム1年戦争元ワンヤーを続きをプレイしていきたいと思います。前回ジャブローの攻略完了してますので、今回はですね、連邦軍がジャブローからダカールに移ったようなので、総本部をそのね、ダカール攻略に向けた作戦を行っていきたいと思います。で、ダカール攻略に向けてはですね、主に2つの進軍ルートがあるかなと思っていまして、一つがですね、ジャブロー、つまり南アメリカ大陸、南米ですね、ここからですね、海を渡ってダカールを強襲するというルート。この場合当然ですね、この、海路、ここの制海権が必要になるんですが、現状ですね、海軍戦力では連邦に劣るという現状からですね、実はこの強襲上陸するための制海権が取れなさそうだというのが分かってきました。なので今回はもう一つのルートですね、ここも厳しい戦いになっているんですが、エジプトからアフリカ大陸に侵入して陸路でダカールを目指すというね、こちらのルートを選択していきたいと思います。で、そのために今回はですね、今部隊をこのエジプトに投入する準備をしています。で、投入する部隊なんですが、精鋭部隊が入っているヘルシング。これは南米、ジャブロを攻略するときにも活躍してくれた部隊。さらに、新松永、オルテガ、そしてシャー。このね、エース部隊も今回投入していこうというふうに思っています。あとお伝えしておくところとすればですね、この地球上での戦いもね、佳境に入りつつあるということで、ザビファミリー、具体的にはドズル、キシリア、そしてギレン総帥、すべて今地球に降りてきたという状態です。各軍の軍団長としてですね、この地球攻略戦、引き続き頑張ってもらおうというふうに思っています。具体的にはですね、アフリカ方面、これからダカールを攻めてもらう中心となる部隊なんですが、ここにドズル・ザビ中将、そしてヨーロッパ、ここはですね、すでにマクベがね、オデッサの基地司令というのもありますし、重要拠点というのもありますので、キシリア少将、そしてインド、アジア方面にはギレン総帥と、いうね、ご覧のような陣容で戦っていきます。で、続いて余っている政治力なんですけども、ここはですね、無難にパーツ設計者入れておきましょう。で、モノアイメーカーを入れると夜間作戦ペナルティが 5% 引かれるので、作敵速度と偵察も 5% ずつボーナス入るものになりますので、モノアイメーカーカノムを選択します。ちなみに他にもね、選べるところあるんですけども、この中では一番ね、速攻力のあるモノアイメーカーにしています。で、艦船の設計者とかは、ぶっちゃけどうでもいいといえばどうでもいいですね。政治力を使っておきます。で、最後に生産なんですが、一応ゲルググね、これの生産を開始しました。数はまだ、量産できるような体制ではないんですけども、これでね、ゲルググの戦線に投入できる日も近いかなというふうに思っています。では、これで時間を進めていきます。特に注意しなきゃいけないところとしてはですね、インド方面なんですよね。インド方面に関しては、ちょこちょこやるよりかは、一度ですね、占領という形、駐屯という形にしましょうか。これで、穴が開いているところを確実に埋めていくという作戦にしましょう。なかなかね、戦線引っ張って、それを押し上げていくっていうやり方だと、うまく機能していないところがあったので、ここはガデムにですね、一度、駐屯政策という形で穴埋めをどんどん起こしてもらいます。アジア方面もね、厳しい中でも、戦いは
なんとなく進んでいるので、このまま行きましょうか。で、スパイもう一人雇えるので、ここは、開始殿の愛人、ミハルを雇っていきましょう。で、ミハルは、そうだなぁ。どこに潜入させるかという話ですが、ルナ2には入れないね。となると、ダカールに入れましょうか。今、ダカールがね、連邦軍の、まあ、総本部という形になってますし、ここに、全員一気に投入しちゃいましょう。で、連邦軍の方なんですが、スパイの状況を見る限り、師団の編成を見ると、モビルスーツ、ジムからなる、まあ、モビルスーツ大隊と言っていいのかな。これが今8いる状態ですね。8大隊いるっていうことかな。で、ガンタンク、ガンキャノン。このあたりも生産が始まってるね。ザク2の J 型36、これ捕獲されてるな。ガンダムが7機いるっていうのもね、まあ割と脅威ではありますね。で、ペガサス級、まあ、つまりホワイトベース、に近しいものが、まあ、合計で16。まあ、それなりにありますね。まあ、ただ、今ならまだ戦えるっていう状態かな。今のうちにね、なんとか、有利に戦いを進めたいところですけどね。で、スパイを入れたことによって、敵のね、戦力、だいぶ分かってきてますね。全部で207師団。まあ、この師団はあくまでも師団数なので、中身がね、歩兵1でも1師団になるし、逆にモビルスーツがね、大量に、配備されている師団でも1師団扱いになるので、まあ、参考という程度になるかと思います。ではですね、シャーやオルテガ、新松永あたりが、エジプトに到着してますんで、ヘルシングを中心にですね、ここから攻勢に出ていきましょう。いよいよ。いよいよですね。ダカールに向けて、進撃を開始していきましょうか。ここからね、しっかりやってもらいたいな、というとこですかね。さあ、ここに、孤立したジムがいるので、このジムを潰しましょう。いやー、オルテが本当に早い。オルテが早すぎて孤立する可能性があるので、ちょっとオルテがだけは、まあ、手動でやっていきましょう。特にね、このオルテがのドームが異常な速さありますね。まあ、なんといっても時速100キロ以上でホバー走行しますからね。ドム自体はですね、時速80キロで走行する機体なんですけど、ホバー走行する機体なんですけど、そこにですね、オルテガの場合、黒い三連星という、まあ、特殊スキルがついて、これで、移動速度に 30% のボーナスがつくので、このね、オルテガのドムは100キロを超える速度で走るっていう、まあ、そういうドムになっています。なので、これらのドームをね、ちょっとうまく活用して、いければいいかなと。ちなみに、シャーはですね、赤い彗星という特殊スキルつけられて、まあ、これだとですね、まあ、脅威の 50% のボーナスがつきます。なので、仮に、シャーがドームに乗った場合の話をすると、120キロで走行するっていうね、恐ろしい、まあ、性能を持つシャーというところですね。なんでね、やっぱりこのシャーとオルテガを相手にした場合、他の機体がね、やっぱり置いてきぼりになるぐらい早いですね。あ、アッツァムか。生産できる状態になりましたか。アッザム時代を生産する予定はないですが、アッザムがね、生産できるようになったということは、いよいよ念願のビグザム、
これ179日かかるのでボーナスかけて半減させましょう。ビッグザムが、まあ、約2ヶ月半後に、このね、ジオンの中に生産可能なモビルアーマーとして登場してくるということになろうかと思います。ではですね、ドイツ方面ちょっと見ておきましょうか。ここにはマクベを入れていて、マクベのところにもドムをね、追加で配備しています。ドムの強さは、まあ、今のところ個人的な、あくまでも個人的なね、感覚にはなりますけども、ゲルググよりも使いやすいんじゃないかというふうに個人的に今のところは思ってますね。まあ、それくらい、ドムの速さ。まあ、今はね、オルテガ、まあ、つまり黒い三連星の 30% ボーナス付きの状態ですけど、ボーナスが付いてない、まあ、デフォルトの性能80キロでもすごく速いと思うので、これはね、本当に、プレイする方としては、ストレスなく、舞台をね、次々に動かせるっていう状態になってますね。南米大陸の方が少し攻略が進んでいない状態でしたね。で、ちなみにですね、航空隊は各部隊付けに大きく再編成してあります。まあ、基地攻略ということでね、特定の基地の近いところに基地航空隊という形で配備をここまでは進めてきたと思うんですけども、今はですね、まあ大体半分ぐらいは、ご覧のようにですね、各部隊につけています。例えばシャアのところであれば、戦闘機をこんだけね、つけているという状態です。まあなので、各部隊の移動に伴って航空隊もね、自動で移動してくれると。いう形に今はさせていただいています。インドの方もだいぶ穴がね塞がってきましたね。まあ、ガデムのところもね、モビルスーツはだいぶ多めに配備してあるので、成果をねしっかり出してもらいたいなというところですかね。ではここで研究枠、今後の使い道考えておきましょう。今ご覧いただいているのが歩兵装備ですね。9位とかってどうなんだろうね。装甲化にアップグレード入るんだな。9位とかって、どうだろう。ランバラール隊が使ってたイメージがありますけど、それ以外ではあんまりね、劇中でも登場したのかなという感じはしますね。で、支援大隊はね、あまり力を入れるつもりは今のところありません。で、戦車も同じですね。まあ、ダブではね、あってもいいのかなっていう感じはしますけどね。まあ、ダブでを入れることによって装甲化がアップグレードされたり、まあ、そういうところがね、期待できるかなとは思います。砲兵も、どうだろうね、ミサイル系になりますか？ここだと。今のところ、追加予定はないです。で、モビルスーツの方なんですけども、一応ね、この後ゲルググまで来ているので、まあどうするかというところですね。まあ、ペズン計画系とか、あとは要塞強襲用、さらにはケンプファーとかで、ね、ジオング。まあ、このあたりの機体をどうするかというのもあると思うんですが、今のところ生産に入る開発の予定はないと。まあ、ドムキャノンは、あってもいいのかなって感じはしますけどね。ザクキャノンに代わってドムキャノン。まあ、支援、砲兵。まあ、その位置づけで入れても面白いかもしれない。で、モビルスーツの武器ですけど、ビームライフルをね、生産可能な状態になっています、すでに。で、海軍の方ですが、もう海軍今からね、その連邦に追いつけ、追い越せってするのなかなか厳しいものの、グラブロとかはね、面白いかもしれないですね。グラブロね。はい。で、あと、まあ、今のところ生産の予定はないですけど、宇宙専用としてはリックドムとかね、あとドロス級。いや、ドロス級はすごいよね。これは空母扱いにはなってないのかな？
クーボン使いにはなってないですね。あとはグワジン級、グワジンもどうだろう。これを見る限りあくまでも戦艦っていう位置づけになってますかね。まあ、あの宇宙空母って書いてありますけど、これも宇宙空母という割には格納庫がついていないっぽいので、どうだろう。モビルスーツとか艦載機とかが積める仕様にはなってなさそうです。ではこのままダカール攻略戦続きを行っていきます。で、今ご覧いただいているのがですね、連邦側の国家方針ですね。エスパイ入れてることによって連邦側の国家方針も、まあ、見れる状態になっています。まあね、次回はね、連邦側でモビルスーツを使わずに V2 作戦中止してプレイしてみようかなと思うので、まあ、その時にね詳しくお見せしようかなと思うんですけども、まあ、こんな感じで見れますね。狙撃モビルスーツ部隊とかねあるんですね。はい、ここでですね、ビグザムが生産可能になりましたので、早速ね、ビグザムの師団を編成してみました。これがビグザムの、ビグザム3機をね1個にしてみたんですけども、驚異的な力がありますね。プラスですね、最高速度が思ったより速いんですよ。まあ、あの地上を歩くっていう形ではなくて、ミノフスキークラフトで浮遊するっていう感じなのかな。まあ、それゆえにむちゃくちゃ足が速いですね。これビグザム1機でもいい気するけどな。ビグザム1機だとどれくらい、いやでもビグザム1機でもこの対人攻撃力ですからね。ビグザム1機編成でどうだろう、要塞攻撃、あるいは要塞防衛、モビルアーマーとしてちょっと配備を進めましょうか。楽しみですね、これはね、すごくね。あと研究枠空いてるもの、マグネットコーティング入れて防御と突破にボーナス、取っておきましょう。で、実はちょっとあのジャブロー近辺に敵の強襲上陸、連邦の強襲上陸を受けて、これの、迎撃戦をね今行っています。なんとかこれはしておきたいかなというところですかね。あとは、諜報員がね捕獲されてしまっていますので、これを救い出しておきましょう。まあ今さらね我々の情報が漏れたからといってどうということもないんですが、ここは一応ね、救いの手を差し伸べつつ、ダカールの目と鼻の先まで、もう我々も迫ってきているという状態ですね。ちょっと心配なのが、この南米、ジャブロ近辺ですけども、ここもねしっかり防衛戦力振り向けてますので、これで、しのいでもらおうというところですね。はい、ダカールの制圧に成功しています。このままね、アフリカ大陸、蹂躙しつつですね、次の、そうだな、降伏した気配はないので、アムステルダムに移ってるね。連邦の拠点がアムステルダムに移ってるので、そしたら、オランダ、アムステルダム攻略に向けて、ちょっとね、軍を動かしていこうかなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただきます。